当に長い間ありがとうございました。今日から職場に戻ります。団結、頑張ろう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 。それでは今から32年ぶりに門をくぐりますので、皆さんで拍手で。前期元山闘争、それは元山製作所元山一族による青柳満氏に対する解雇から始まった。会社が潰れるか組合が潰れるかまでやると豪語した会社側の攻撃は、第二組合分裂、暴力ガードマン導入、無期限ロックアウトへエスカレートした。会社側の暴力による重軽傷者は延べ1500名を超えた。投入された警察官は10万人以上、延べ140名を超える労働者が不当逮捕された。前期元山の労働者は一人の首切りも許さないを合言葉に団結し、資本権力の労働組合潰しの攻撃に抗して34年にわたり戦い抜いた。本編は前期元山労働組合、そしてこれを支えた全国の労働者の戦いの記録である。元山製作所は1924年創業、宮城県北部の大平村に本社工場を持つ。石油、ガス、化学工場などで使用される工業用バルブや空調機器用のバルブの製造販売をしている。従業員数は206人。2007年現在の資本金は2億856万円。年間およそ50億円の売り上げを計上している。戦後間もない1949年、元山製作所、元山一族は200人余りの従業員のうち、65% を解雇するという人員整理に踏み切った。それは東北地方最大の大整理と言われた。 65% の首切り強行以来、元山製作所の労働者は長い沈黙を強いられた。1961年、元山労働組合は全国金属労組に加盟、戦う組合への変革を試みた。会社は組合委員長と書記長に対し転勤命令を出すことで指導部を遠隔地へ排除、戦いの芽を摘み取った。1965年、当時結成されたばかりの全国バルブ産業労働組合協議会に元山労働組合は加盟した。この間、急成長を遂げた会社は遅延・欠延以外からも多くの労働者を採用した。しかし同業他社と比べて賃金・労働条件が歴然と低いまま、労働者層の不満は高まっていた。情勢は労使対立の激化へと流れていた。六八春闘、長い沈黙を破り労働者の不満が執行部を突き上げた。19年ぶりのストライキが11時間にわたって打ち抜かれた。で、やっぱ大きかったのはね、この通勤手当り、住宅手当りとかって、要するにそういう手当りが全く出ないっていうことだと思うんですよね。組合も相当若い組合にが多くなっている時期だったんですよ。ですからそういう人たちが新聞見るわけですよね。まあ、ストライキの状況とそれから回答の状況なんかこうずっとこう見ていたわけですよ。ですからそういう若い人たちがやっぱり元山もストライキを打って参加をして、そして賃上げも1回で決めるんじゃなくてだんだん上げていくという事
ことに参加すべきじゃないかっていう声がだんだん強くなってきて、68年っていうのはね、結局そういう声を抑えきれないっていうことになったんですよね。新しい執行部は労働組合の大衆化を提起した。組合員が組合活動の見物人にならないこと、執行部と組合員の間に不信感がないこと、労働者が企業意識と利己心に支配されないこと、これら3つをテーマとして職場闘争を開始した。昔手洗うとどもだらつって、わらたたいてね、これ何使ってたやつを工業用石鹸だっけ、あれに書いてたんだよな。あと空調かな、上さあいつつけろとかさ、あとエアカーテンつけろとかっていうことで、職場の入り口のあれから始まったんじゃないだったかな、職場闘争っていうのは。要求獲得を実現するといういわゆる物取りだけではなく、労働者の心の変化、権利意識の成長、団結の強化を獲得することがさらに重要な目的である。そのことが組合内や次第に浸透していった。職場闘争を契機に活動家たちが姿を現し、組合の日常活動にも血が通い始めた。組合役員就任が出世の道具になるという従来のイメージ、組合幹部に踏みつけられるばかりだったという疑心暗鬼、やれば負けるだけという敗北感は少しずつ薄れ出した。会社は利潤の拡大と競争力強化を模索し始め、バルブ業界初の二交代制導入を提案してきた。組合の方ではとにかく、極めてごシンプルなスローガンですけども、労働者は昼働いて夜眠るもんだという簡単なこうスローガンを掲げて、二交代制、反対に立ち上がったわけですね。初めてこのストライキを経験することによって、労働組合のありがたさっていうか、労働組合の本来のその姿っていうことについては確信持てたっていうことはありますよね。で、労働条件も良くなったし、クラス会に出て俺の賃金このぐらいだっていうのも言いやすくなったとかね。だからこの70春闘の戦いで退社する人が大幅に減りましたね。70春闘は高揚した。53時間のストライキを戦い、二交代制導入の撤回、1万2000円の賃上げを勝ち取った。70春闘において組合の変貌ぶりに驚いた会社は、1970年8月の組合大会で会社側の人間を立候補させ、組合三役を掌握した。会社は前副院長である青柳さんに対し、広島営業所への転勤命令を出した。青柳さんは転勤命令を明らかな組合潰しと捉え拒否した。とにかく転勤を飲んでくれたら将来のバラ色を人生を保証するっていう、こういう話なんですね。行くのはいいけども何人行けばいいんだというふうなこの話も出したんですよ。で、会社の方はとにかく何年でも戻すなんてそんなこと言えないっていうことですよね。ですから折り合いがつかなかったわけですよ。行く年数も決まらないし、で私はもう行けませんというふうにこう言って、会社の方はとにかく業務命令違反だということで、懲戒審査委員会を開いて、懲戒解雇ということになったんですね。職場内の青年労働者と地域の労働者有志は直ちに青柳氏を守る会を結成、戦いを開始した。守る会には前期本山支部の半数近くの労働者が結集した。守る会はすぐにこう広がったというか、入った人が多かったんですか？そうですよ。もうやっぱり解雇については戦うべきだというのが圧倒的な、やっぱりこの間の蓄積がありますから、特に青年労働者等は。それで守る会を作ろうということで、
加入用紙を職場に、まあ、時間中にもちょっと回したんですよね。一挙に広がったから向こうは、会社の方は青柳守る会、青柳は共産党員だというし、組合は過激派だというし、青柳 を解雇したんだから解雇に反対するやつも処分するぞという、こう宣伝が出たりして、まあ、それだって組合にとってみればそういうのがこう慣れていないというか、慣れていないというか、それでびっくりしちゃうというか、会社を潰すんだとか、そういうキャンペーンがこうあって、とんでもないやつだとか、残った7人くらいで一応頑張ろうと。会社からの圧力と御用執行部の妨害の中、守る会は粘り強い宣伝と組織活動を展開した。活動は多くの労働者の心を捉えていった。1971年8月、組合役員選挙、解雇撤回を戦う部分が執行部及び青年婦人部の三役候補それぞれ擁立、直接無記名投票による選挙の結果、いずれもが当選するという大勝利を勝ち取った。これに対して御用派は、1971年8月30日、本山製作所従業員組合と称する第二組合を75名で結成。第一組合内に御用派を残し、組織拡乱することで執行部機能を麻痺させる手段に出てきた。こっちもきちっとした組合運営やろうと思うから、できるだけ全員一致で執行部を持っていきたいという思いがこうあるわけですけど、そこを逆に突かれて、これは絶対反対だと言って、いやでもじゃあ多数決でいこうというと、それは強引にやることだというような形で、なかなかこうやりきれないという。組合分裂後初となる71年の年末一時金闘争では、全金宮城地方本部、宮城堅労協、全国バルブ労協の全面支援のもと、ストライキ闘争に入った。ストライキを打てばもっと脱落者が出るという意見も一部あった。そしたらみんな確認していくと落ちないんじゃないのって話になって、むしろそこではっきり組合の姿勢として組織破壊攻撃に対しては反撃していくんだと。あの時はだから解放区みたいなっていう、あの時はね、と思いましたよね。はっきり言えば職場解放みたいな感じで、だから逆に言えば会社がやっぱりそういうふうに従業員をね、やっぱり言わせるような方向になってしまったんだね、あれね。戦いの効用は第二組合の定額妥結を2万円上回る一時金回答を引き出した。第二組合から十数名の青年労働者が第一組合に復帰する事態となった。会社は71年の年末一時金闘争における敗北を総括、72年春闘に臨んできた。暴力ガードマン会社特別防衛保障の社員が本山製作所に出入りをし始め、1972年4月、一人の人物が守衛として入社した。会社側は徹底した第二組合優先、擁護を行い、本山労組へ対決姿勢を打ち出してきた。組合側は断交開催を求め、ストライキとステッカー闘争、職制交渉などの職場闘争、そして24時間の出入か拒否闘争へと戦いを強化した。会社は団体交渉にあたり条件をつけて拒否、管理職は吊るし上げられて倒れたなどと事件をでっち上げ、暴力ガードマン導入の口実作りを続け、5月20日深夜2時過ぎ、暴力ガードマン特別防衛保障50数名が出入か拒否闘争で過眠中の組合に襲いかかり、
多数に怪我を負わせた。まるで外国の軍隊が駐留するかのような光景を目の当たりにした組合員は、何が起こったのかすぐには理解できなかった。グラムでこれ待機していたんだけどね、そしたらほら自衛隊みたいなね感じのほら服装した人がねドッと入ってきてさ、で簡単なほど普通の感じでねお話ししてきたんですよ、うん、どこどほら何がどっちの方面なんだとか海はどっちとかってね喋ってる間にね、何分喋ったかな、ほんの数分ぐらいだと思ったんですけど、その後にもすぐもう蹴られたりして、そしてあと海田側の方に逃げてたりして、うんうん、それが一番最初だったんです。まず世の中にこういう連中がいるっていうことがまず知らなかったということと、それから不気味なスタイル、つまり国防色の制服に身を包んでいる、ひげを生やしている、サングラスをかけている、マスクで顔を隠す、帽子を深くかぶる、みんなで声をかけるんですよね、1、2、1、2、3、4とかっていうふうにして、その敷地の中を朝掛け声かけてその訓練をしているっていうかね、でこう肩でがっちりしてね、で空手とかそういう武術をこう見せるわけですよね、わざとね。正体がわからないっていうのが一番不気味でしたね。暴力ガードマンの導入を契機に、元山労組に対する支援共闘の輪は全国に拡大した。当時の市川誠総評議長も現地集会に駆けつけ、暴力ガードマン導入の怒号の中、元山労組を激励した。地方労働委員会によるガードマン退去勧告を会社側は一切無視した。暴力ガードマンの挑発に乗らない、ガードマンは金がかかるからそのうち出ていくといった前勤宮井地方本部の気休めも全く役に立たなかった。むき出しの暴力弾圧の前に何もできないまま時間は過ぎ、展望を失った労働者の脱落が相次いだ。一方、暴力弾圧と戦う他の労働組合と交流をしていく中で、労働者の権利は自分たちの力で守らなければならないことを知らされた。暴力ガードマンとの実力対決を避けて通ることはできないと悟った。地方労働委員会のガードマン退去勧告や校内での組合活動を認めた仙台地裁の仮処分決定を武器にして毎朝のビラ撒きを開始した。それは地と引き換えの戦いだった。戦いを通じて団結が作られ、校内デモの復活、宿場集会、抗議のシュプリコール、管理職への抗議行動へと一歩一歩着実に権利を奪還していった。多くの組合員が血を流し、互いに体を張って助け合って戦った。男も女も。夕方になってくると、ちょうど12月頃なんかは暗くなるでしょう。ちょっとあの当時は収容所のとおりですから、タイムカードを結構だなって、そこに必ず押さなくちゃいけないですけど、ね、で、ってやってこう押しに行く、あと着替えに行くときに、バーッとこう暗がりで出てきて、バーッとやられて、バタバタバタってやられて、おはぎわだねっていうのが、まあ、結構あったね。ただ俺の場合はあんまり大きい怪我はなかった。いや、随分やられたけども、肋骨3回ぐらい打ったぞ。
1972年11月24日、息を吹き返したような組合員の団結と行動力を目の当たりにした会社は、戦闘で戦う熊谷春夫組合員を見せしめ的に解雇することで、職場闘争の圧殺を狙ってきた。12月12日、熊谷解雇抗議集会において、暴力ガードマン、管理職、御用肉び幹部らが襲いかかり、多数の組合員、支援の労働者が負傷。調査に来ていた社会党県議会議員にも重軽傷を負わせるという大事件が発生した。マスコミは一斉に報道し、全国に暴力会社本山製作所の悪名が広がった。富士銀行仙台支店は本山製作所に対し、損益が解決するまで新規融資及び手形割引の停止を通告した。1972年12月18日、会社は組合が暴力弾圧でも潰れないと見るや、第一組合員だけを職場から締め出して収入を断つロックアウトを強行してきた。会社構内には宮城県警機動隊を多数常駐させ、放水車も用意した。暴力ガードマンと肩を並べ、警察機動隊が組合潰しの前面に出てきた。会社のその塀とか門は全部有刺鉄線でいて、でもちろんガードマンが警備についていて、会社の構内には放水車まで入っていて、で機動隊がぎっしり並んでいると。だからガードマンと機動隊が並んで警備についている。で管理職がその周りにいる。で行ったら入れないと。で入り口にあのロックアウト宣言をしました。総評前期本山支部組合についてロックアウト、これだけなんですよ。行ってあやっていう感じでしたね。まあ、正直言ってロックアウトされてホッとしたっていうのが、つまり暴力ガードマンの毎日の襲撃暴行の緊張からね、解放されちゃうっていう点ではホッとしたっていう。長期闘争に備え、前期本山支部は組織的アルバイト体制を敷いた。限定された収入の中、全員が生活と闘争を両立させるため、生活費の自己申告制を確立していった。雇用する側もまた休まれることに慣れてるっていうのが建築現場ですから、それで僕の場合もそこをこう選んで、で女子組合員もあの頃何35人ぐらいいたのかな。で彼女たちも全部この建築現場にこう入ったんですよね。生活費を自分たちで作んなきゃいけないっていうのは、それはもうはっきりしたわけですね。もう状況もあんまり当てできないんだっていうことですよ。戦いを継続するにはその財政的な負担を何とかしなくちゃいけないというところから、あの、まあ、自己申告をして、まあ、親元から通ってる人は、まあ、実質的な交通費とかそういう経費だけでもいいという人たちも現れてきましたし、実情に応じて働いて必要に応じて配分をするっていうふうにあのやり始めたんですね。もちろんその基準がありませんので、あの子供何人いたらいくら以上とかってそういう基準何もありませんでしたので、ほとんどその信頼関係だけでそのやりました。アルバイト歴代上げれば自信を持って言えるくらい、30カ所も40カ所もあちこちでも行っていました。ガードマンもやったし、あとデパートの清掃もやったし。闘争財政を支えるもう一つの柱が、全国物資販売と支援者から寄せられる寒波だった。組合員は全国の労働組合の扉を一つ一つ叩いて、戦いへの支持と物資販売カンパへの協力を求めて歩いた。
年に何千万というカンパとか販売とかやっぱり作らないと、財政なければ闘争はできないと思ったから、とにかく意見もあまり言わない、とにかく物を売って、あるいはカンパで集めて百何分回を全部3日4日かけて歩いて、まあ、オルグしてこう思ったのは、やっぱり何度も行かなきゃダメだなと。ロックアウトをかければ3ヶ月で潰れるとある管理職は言っていた。しかしロックアウトは7ヶ月にも及び、前金元山は潰れなかった。組合の粘り強い戦いで元山製作所の企業イメージは、暴力ガードマン導入と長期ロックアウトの葬儀企業と悪くなっていった。1973年5月、元山群蔵社長の病死を契機に、葬儀解決と次期社長のポストをめぐる元山一族内部の対立が表面化。社内は揺れ動いたが、高派の元山秀夫常務が社長の座に就いた。1973年7月25日、会社はロックアウトを解除する、第二工場に就労するようにという通知を組合員個人宛に郵送してきた。第二工場とは、工場裏手の狭い一角を有刺鉄線で囲んだ別棟を意味した。内部には暴力ガードマンが常駐し、組合員の第一工場への立ち入りを禁止するというもので、実質的にはロックアウトの継続であった。組合は別棟就労を拒否した。会社は記者会見において、葬儀の流れは変わったと述べ、対外的にはあたかも葬儀が収束に向かった印象を与えようとした。1973年10月13日、ロックアウトは違法、賃金を支払えの仮処分判決が出された。この判決を背景に、職場奪還の実力闘争を全国に呼びかけた。暴力ガードマンの暴行から身を守るため、ヘルメットをかぶり門前闘争をやろうとみんなで話し合って決めた。10月25日、12月17、18日、翌1974年7月29日と3回の就労要求全国結集闘争を1000名規模で打ち抜いた。この戦いで多数の怪我人や不当逮捕者が出た。しかし葬儀が収束方向に向かっているかのような会社側の宣伝を粉砕することとなった。日常の戦いとして、工場門前で朝のビラ巻き、乗船活動と就労要求行動を行った後、アルバイト先の建設現場へ出かけることとなった。門前闘争とは、職場復帰を求める意思を行動で示す戦いである。また、資本、権力、暴力ガードマン、第二組合御用幹部らとの激突の連続でもあり、組合員の団結の質が問われるものとなった。この闘争は32年にわたる長期ロックアウトのもと、会社側の攻撃を打ち破る団結を作り上げる最も重要なものとなった。門前闘争は1994年8月の大平村へ工場移転する前日まで一日も休むことなく続けられた。長期の強靭な門前闘争に会社は釘付けにされた。警察は連日警備体制を敷かざるを得なかった。1976年の読売新聞記事によると、門前闘争へ投入された警察官の数は10万人を超えていたという。この葬儀全体に投入された警備費用は一体何億円になったのだろうか。
捕まらないでだから。捕まらない。何も動き取れねえからな。成功。本山闘争に勝利するぞ。本山闘争に勝利するぞ。本山闘争に勝利するぞ。上手を射すぞ。踏み切り合理化を許さないぞ。2名の開口を撤回させるぞ。暴力の汚染を汚染するぞ。暴力からでも強するぞ。本山闘争は暴力ガードマン導入を契機に全国金属労組の全面支援を受けることとなった。1972年には市川総評議長も組合を訪れた。総評加盟の多数の産業別労組からの支援決議も上がり、三池闘争以来の全国的な支援体制にまで拡大した。1974年12月19日、仙台地裁は別棟就労は同盟労組とのトラブルを防ぐための必要な措置であり、不当労働行為ではないとする仮処分反動判決を出した。翌1975年、前期宮城地方本部は前期本山支部に対し指導という名の統制を強めてきた。地裁判決に続いて、治療医も敗訴は必至、全員解雇される、闘争は自利品、産業別一体となった戦いを、現状の方針、現職就労要求ではダメだ、それに代わる方針を、別棟への就労も含む柔軟な戦術を、それは戦いを放棄せよというものだった。1974年から75年、世界同時不況以降、全国的に吹き荒れた倒産、希望退職などによる首切りは総評労働運動に大きく影響を与えた。前期宮城地方本部内では、山文政策支部や石巻政策支部の倒産、土井鉄工支部や東洋刃物支部での希望退職提案が出るなど、組織は激減状態となっていた。1975年10月、年末物資販売の季節。
前期宮井中央本部は別棟への就労も含む柔軟な戦術への方針転換をしなければ物資販売の協力はしないと統制を強めた。10月25日、激しい議論の中、別棟への就労もあり得るという方針の採択直後、労働福祉会館5階の窓から佐藤光雄組合員が飛び降り自殺をした。自分は労働者の魂を裏切らない限り別棟には入らないという抗議の自殺であった。彼がロビーでつぶやいたのを聞いてた人がいるんですけど、今まで一緒になって頑張ってきたわけでしょ。80何名の組合員がこれだけのガードマンの弾圧とかロックアウトを受けて、で一生懸命団結を作ってやってきたのに分裂しちゃってるわけですよ。で誰か死なない、誰か死ぬことによってこの団結が回復するんじゃないかっていう。だから そういう思いをね、彼はそのみんなに、まあ、伝えたかったんじゃないか。だから自分が死ねば団結が回復するんじゃないかっていうね。まあ回復しなかったですけどね。1976年3月26日、別棟就労事件での地方労働委員会勝利命令が出され、部隊は中央労働委員会和解に移った。前期宮井地方本部は、我々が中央労働委員会和解交渉の前面に立つとして、実質的白紙人の統制を強めてきた。青柳満組合員が除名処分ということで決定される。そしてさらにはこの基調の裏にも資料として前期本山支部執行部はこれにあくまでも反対した。方針転換が遅々として進まなくなった宮城地方本部はついに斉藤六の統制処分で本山支部の組合員36名を除名した。除名処分を受けた組合員は新労組前期本山労働組合を結成した。新労組結成趣旨は次のように述べている。我々は今まさに10年目の本山闘争をさらに飛躍させ、道なきところを踏み歩き道を作りつつ戦おうと決意している。我々は職場に砦を、地域に共闘を合言葉として資本と癒着する第二組合への反階級制を糾弾し、一人の首切りも許さないをスローガンとして本山資本の暴力老政と血を流して戦い抜いてきた。今ここに我々は重大な決意を込めて新労組の結成を宣言するものである。1980年全勤蒲郡大会において全勤本山労組組合員一同が整列。この統制処分で全国勤続は死んだと中野書記長は壇上から宣言した。1985年12月、会社はバブル経済による業績拡大を背景に仙台から北に1時間のところにある大平村へ
工場移転する計画を打ち上げた。2名の解雇、1人の組切りも許さないというその闘争を勝てる展望がそこにあるんだということを私たちは確実に確信して、門前闘争というのは単に戦術的に、ね、ダメージとかというレベルじゃなくて、本当にこの戦う側の団結の質っていうかな、戦闘力っていうかな、息上がってんのか息承知してんのかっていうことがもう分かるわけだよね。でそれを毎日のようにその門前で管理職とさ揉み合ったりさ掴み合いやったりして押し合いへし合いする過程で我々のその闘争力はやっぱり示してきたんだよね。1992年バブル経済崩壊後、長期不況へ入ったにもかかわらず、本山製作所は二十数億円をかけて工場を全面移転、1994年8月操業を開始した。創業開始当日の8月1日、宮城県警は門前闘争に介入。道路交通法公安条例違反で中野書記次長へ刑事弾圧をかけてきた。これをやれば勝てるんだっていうことは何もないということですね。ユーザーは徹底的にやると、千代田加工が一番長く続いて、これが20年が続いたんですかね。銀行は、富士銀行は72年からやってるから34年ぐらいで、富士銀行は合併してみずほになったからみずほもやるし、最後の方には株主総会で本山の損益に対する銀行側の見解を言わせるっていうことを使って、でそれを使ってまたユーザーに返す、それから会社側にやると。不明がいけないところは各地の支援の人が一斉にこう銀行を抗議するっていうやり方を取れたし、株主総会闘争は不良債権処理問題によれる金融界を直撃、マスコミでも大きく取り上げられた。工場移転後、急激に業績が悪化し、債務超過に陥った本山製作所は、第二組合や管理職への希望退職、退職勧奨の首切りを実施した。社内は混乱し、第二組合はストライキ権を確立して、社長交代を迫る事態へと発展した。サービス化はなくなるからやめてくれ、メンテナンスに行ってくれというような形で、希望退職というのは名ばかりで肩叩き、そしてしぶる本人たちを前にして、行かなくたってなくなるんだから、あんたらいるところはなくなるんだというような恫喝も含めて、最終的に辞めさせるというような暴挙を行いました。わーっしょい、どうぞ職場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 。
拒否した組合員が会社が賃金を支払わないのは違法だなどと訴えていた裁判で、仙台地方裁判所は長年にわたる交渉の中で会社側が具体的な就労条件を提示し組合員を働かせることはできたはずだとして、未払いの賃金の一部を払うよう命じました。2003年3月、仙台地方裁判所は別棟就労事件について組合側は一部勝利判決を出した。元山闘争は解決に向けて大きく動き始めた。さらに2003年3月、富士銀行は元山製作所の23億円の債権を整理回収機構に売却した。元山製作所は損益解決なくして会社の再建は進まない状況に追い込まれた。2005年1月、会社はついに仙台高裁での和解に応じた。34年にわたる争議は組合側の勝利で解決した。主な和解内容は、青柳さん、熊谷さんに対する解雇の撤回、ロックアウト組合員29名のうち就労を希望する者の職場復帰、解決金の支払いなどだった。まあ、今の世の中、50過ぎたら非正規労働者になる時代ですけども、で元山の場合ですと、損益解決にあたっては元山の定年60歳を超えた組合員の就労についても希望する組合については全て認めると。何といっても仙台高裁って司法の場で、司法の最高の判決である最高裁確定判決を覆したということですよね。前金元山闘争の完璧な勝利を祝い、共に乾杯。ただただご苦労さんと、おめでとう、そしてありがとうと、こう言えば挨拶終わると言いたいぐらいです。本当にありがとうございました。原則を曲げなかったらということが、やっぱりこの30で続けてこれた人だと思ってます。2つ目、諦めなかったということだね。諦める、長きつかだけで諦めなかったことがここまでこれだと、そんなふうに思っております。労働組合は首切りを許してならないっていうのがあったから、首切りは許さないということと、できれば首切りのない社会があればいいなと。第二組合が結成されて、先頭になった人間があれは信用できないと。こっち残ってたのは多分寮に入ってたから、 寮の人間はほとんどな、一人か二人、寮のその頃で寮長やってる人間くらいで、その辺のなんでこうなってるか分かってるやつだけがは逃げたんだろうけども、私は何も分かんないから。上の子は大学にやればやれ、願ったことは願ったんだけど、やらなかったし、どうしたのともまだ、今度結婚するんだけど、もう一人残ってるし、それも結婚式まではっていう感じで、それが一つ残ってるぐらいで、あとはそのまま来たっていう感じが強い。自分を揺り動かしたのは何かっていうのが分かんないというか、ただ見た時に人を見て、あの人のところには行きたくねえなとか、いまだにそういう選択肢っていうのがあるね。俺はほら、海のものとも山のものともつかない人間だから、強引な誘いはなかったもんで、ズルズルとこちらに誘いが多かったから。よく中野さんがよく言うんだけど、一度振り向いたら前を向くのに、向き直すのに10年はかかるっていうふうに言われて、それもそうだなと。
実際にね、あの京都つらいななんてさ、門前に探ったりするとさ、なかなかみんなの前に出るのはつらいものがあってねそれをもっと大きくしたようなことだからね。全部がその組織の決定じゃなくて自分の選択としてこう進んでいくっていうやり方を取っていかないと、難関があった時にやっぱしダメだろうっていう思ったんですね。それぞれのこの自立なんですよ。ですからそういうことが本山の場合は取れたと。ですから本山の場合は逆に言うと誰がこけても潰れない闘争なんですよ。委員長が潰れようが職長が潰れようが誰がこけたってね、絶対潰れない闘争だったんです。会社も言ってますよ、あの組合はね大和の卸だって、あの組合はね大和の卸だって。それでは今から32年ぶりに門をくぐりますので、皆さんで拍手で。32年ぶりの職場復帰、組合員の平均年齢は57歳になっていた。だから俺こう思ってるわけ。今ね、定年あと60だとすると今頑張ってもあと3年半なんですよね。俺これまでになんとかね、その今いる職場とか、あとはその人たちの人間関係、要するにやっぱり前期審査入ってきてよかったよと言われるようなね、職場、もしくは人間関係、そして今現在労働条件非常に悪いわけだから、この労働条件があの人たちが入ってきたためにここが良くなった、あそこが良くなったというふうなね、人間で俺は退職したいなと思ってるわけですよ。